坂井出駅は、香川県坂井出市元町一丁目にある四国旅客鉄道予算線の駅。駅番号は Y08。本市美産線へ直通する列車も停車し、この系統には、瀬戸大橋線の愛称が付けられている。岡山発着の渦潮を除く特急列車と各駅停車、快速列車が停車する。高松方面から岡山方面に出入りする。 瀬戸大橋線系統の列車は、渦潮を除いて、宇多津駅に停車しないため、当駅が高松方の実質的な分岐駅となっている。ただし、当駅から本市尾山線小島駅方面へ直通する線路は、宇多津駅のコー構内扱いである。乗車人員は5355人となっており、高知県の県代表駅である、高知駅より、 乗車人員が多く、JR 四国で第4位となっている。かつては、路面電車の琴平三宮電鉄や琴平宮へ向かう、琴平急行電鉄なども発着していた、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線を持つ、高架駅。一番線が、単式、2.3番線が島式となっている。 1994年度から2005年まで実施された、境出駅周辺整備主要プロジェクトにより、駅、北口駅前広場、地下駐車場、駅南口、南口駅前広場が整備された。プロジェクト完成を記念したモニュメント、ユニティが、駅南口ロータリーの南に設置された。前日の通り、以下の路線はロータリーには入らず、中国銀行前のバス停に停車する。 かつては、東京方面行きや丸亀駅発着の、京阪神方面行きの高速バスも堺出駅で、客扱いを行っていた。現在は、堺出インターチェンジで客扱いを行っている。1日平均の乗車人員は、以下の通り。サンライズ瀬戸もしくは、マリンライナーを介して、東駅で、東海道、山陽新幹線から松山、 高知方面に乗り換える際は、四国側特急に、乗り継ぎ割引料金が適用される。また、この両列車から、丸亀方面へ乗り継ぐ場合は、当駅で出場しない限り、境で駅、宇多津駅間の運賃は不要である。また、前者の、マリンライナーは、宇多津駅には停車も通過もしないが、正式には、宇多津駅通過の扱いになる。ありがとうございます。